私に挑むのバカだ。これで少しは目が覚めた。この声に嫌がったな。遊びで戦ってるんじゃないの。その間合いも私のものに。痛恨の一撃、今のうちね。この声に、これやがったな。てめえ、ちょっとかかっただけ。叩き込めるだけ叩き込む。叩き切る。この剣にかかっただけ。遊びで戦ってるんじゃないの。もう一撃できなくてもかかっただけ。後悔しない。この場合はこれに。この剣に、この剣に嫌がったなんてね。叩き込めるだけ叩き込む。この剣に防御の無意味。この場合はこれに。これで少しは目が覚めた。平気。もう一度だけにかかっただけ。私に挑むなんてバカだ。後悔は済んだ。遠慮なく使わせてもらうわ。この剣にかかっただけ。これ行きます。嫌がったなんてね。遊びで戦ってるんじゃない。叩き込めるだけ叩き込む。いい気に。行きます。この剣に嫌がったな。行きます。これで少しは目が覚めた。ちょっとかかっただけ。その間合いも平気。私のもの平気。女神さえも叩き切る超ド級の旋風の一撃。今のうちね。
超ド級の旋風の一撃。 今のうちね。 遅い。嫌だったなてめえ。嫌だったなてめえ。もう一撃できる。泣いて謝っても女神さえも叩き切る超ド級の旋風の一撃。 今のうちね。行きます。嫌だったなてめ。この剣。嫌だったなてめ。この剣。行きます。遊びで戦ってるんじゃないの。叩き込めるだけ叩き込む。かかっただけ。 防御の女神、女神さえも叩き切る超ド級の旋風の一撃。哀れね。この場合はこれで。 行きました。遅い。燃えてるね。クソが。やった、勝った。アイアムアウィナーなんてね。さあ、一緒にマジコンで倒しに行こう。 行かない。あなたそんなわがまま言う。って言っても、イーソンと私だけじゃ連行するのも難しそうだし。大陸の人以上に何かわだかまりがあるんじゃありません？話していただけませんか？単にネプテューヌと一緒ってのが気に入らねえだけだ。 あ、そうさ、気に入らねえ。ネプテューヌがすることすること全部気に入らねえ。それの協力なんてマッピアだってんだ、バーカ。うわ、今までにも増して傍若無人っぷり。大体、なんで時々そんな乱暴な話し方するの。普段は部外者と三人連れだったろうが、それに今日も変なガキが一緒だったから。 もうやめだ、やめ。前々から嫌いだった。バカっぽい顔も性格も何もかも、私はバカが大嫌いなんだよ。それが理由だ。
な、何笑ってやがんだ。師匠だかなんだか知らねえが、変に上から目線でてめえも気に入らねえんだよ。いいえ、長い間マジェコンヌと一緒でしたから。あの人がそうやって悪ぶるときは、大抵本音と逆のことを言ってるときだと思い出してしまって。それじゃまるで私が本音と逆のことを言ってるみたいじゃねえか。ネプテューヌさん、もしかしたら彼女はあなたが羨ましくて大好きなのかもしれません。本当に？本当だ本当に？だとしたら嬉しいよ。なんだ、好きな子に意地悪したがるってのと一緒か。てめえ、ちげえ。そうやって何でも信じるバカ正直なところも大嫌いだって話だ、バカ。私もそこが自分の短所で長所だと思うよ。変態かお前は。罵倒されてんだぞ。少しは部外者の小娘みたいに泣くなりなんなり可愛げの一つも見せてみろ。なるほど、コンパみたいにメソメソしてる子は苦手なんだね。ふむふむ。なんかイースのおかげでいろいろ通じ合えるようになったよ。それは良かったですね。じゃあ分かった上でもう一度お願いしてついてきてもらいましょう。ダメだね。マジコンヌは私たちで倒しちゃうから役に立たない女神なんか来なくていいよーだ。ああ、ざけんな。そんな言い方されて引き下がれるか。連れてけよ、私が倒してやるから。イースね、これで正解？正解みたいですよ。ついてきてくれるって言いました。あれ、この喋り方すると妙に頭が回んなくて乗せられたのか、くそー。